どうも高橋です。高橋カブラです。どうも。今日はなんとね、ゾウリエビ、ゾウリエビを仕入れてきました。うわうわうわビビった。うわうわ何これ。うわゾウリエビだ。一匹、まずは一匹捕獲。うわ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 水洗いしよう。うわ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 、やべ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 、こんなんなんだゾウリエビって。こわこわ、ゾウリちゃん、なんだこの得体の知れない生物は。今日はこれをね、油を高温に熱して揚げていこうと思います。いいんじゃない、一匹ってことないだろう。いないかな。うわおったおった、うわ何匹おるんお前。この角度ちょっとグロティスクやな。ちょっとかわいそうだな、こうやって見ると。まずちょっと軽く水洗いします。全部で5匹ほど今入ってましたね。じゃあこれをまずきれいに洗っていきましょう。すごいね、本当にこんな感じですよ。めちゃめちゃ息がいいね。結構貴重なエビでめったに取れないそうなんですよね。定置網に入るみたいな、そんなバカバカ取れるもんじゃないから、かなり珍しいからね。このゾウリエビ食べたことない方も多いと思うんですけど、じゃあ今からちょっとこれをねやっていきます。調理していきますよ。まずキャノーラ油で、油っていうのは370度超えると引火しちゃうんですよね。ブワーって燃えちゃうんですよ。ブワーって火が出ちゃう。なので300度、超高温に熱してきますね。300度、そこにゾウリエビをバーンって入れてカラッと揚げる。そうするとめちゃめちゃ美味しいんじゃないかという。火をつけます。温まってってるぞ。めちゃめちゃ熱くするからね、300度まで。であっちゃちの中でカラッといくぞ。気がいいでしょこれ。刺身でも食えると思うんですよね。刺身も食べれるし、うお色がちょっと微妙に違うね、ものによってね。ほらすごいよこれ。うわすごいって。なんか得体の知れない宇宙人のような、ゴキブリムシのような、フナムシのような、なんて生き物なんだ。まあこれ見るとかわいそうだけどね、生き物って。ただ生き物を美味しくいただく私たちはね、ありがたくいただきましょう。で刺身と天ぷらと唐揚げといろいろ食べたいね。でこれを見て、この絵を、もうこれだけ見れただけでも、この内側のこれ、もうこれみんなこれ見たことある、これね、これ、この映像やばくない、これ。普通にほら何ですかっていう。トゲが別に爪は痛くないな。じゃあごめんね、今から調理しますからね。前にこう締めてから入れるっていうのもあるんですけど、まあこう締めるのと多分温度で多分同じぐらいのスピードでパッて締まると思うんでね、ちょっとかなりかわいそうなんですけど、まあお料理ってそういうものなので。うわー、なんかこう見るとちょっと愛着のある顔してるな。うわー、これはすごいぞってね。すごいでしょこのパワーが。ちょっと生物のこれね、なかなかこのゾウリエビをじっくり見るっていう機会ないと思うんで、もうこれこういう風になって、これこう持つと腹筋みたいな、これほら、うちわみたいになるね。こうやってバン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 、だからうちわエビっていうのがいて、それに似たゾウリエビ、まるでゾウリのようでしょほらね。ちょっとペットとして飼ってる人もあんまいないと思うんですけど、まあ、一応食材でね、高級食材ですね彼はね。素晴らしいですこので。俺がいつも気になるのはね、以前も食べたことあるんですけど、このお目目ですよ。このゾウリエビの見てください。いくよ、このお目目、ここやばくないですかこれ。これすごくないですか、ほら
お目目動いてんだよ、これ、こうやって。ね。お目目が動いてる、これ。お目目が、ほら。ほら。なんかクレーターみたい。なんか特殊。すごい。これね、370度超えると火事になっちゃうんで、気をつけてください。超高温です。はい。じゃあ、ここに、ゾウリエビを落として、調理していこうと思います。いきます。ちょっと油いくぞ、気をつけろよ。いくぞ、いくぞ。うわぁ、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 いや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 、うわぁ、これはやばいでしょ。気をつけろよ、火が飛ぶぞ。宇宙人出た。あ、ここ宇宙人。前回もやった宇宙人が来た。あそこ。これ宇宙人と呼んでるんです、自分は。ここの、このね、膨らみ、突起物見えますか？何かわかりますか？これね、お目目が2つあって、口があって、宇宙人が隠れてるんですよ、こういうことに。宇宙人みたいな、これ宇宙人こんなとこにおったよ、ほら。とんでもないこれ。はい、300度の超高温で一撃で仕上がった。もうちょっと上げようかな。多かったな、もう火が出た時にバーンとね。めちゃくちゃ美味しい匂いがしてきました。一回火を止めましょう。よいしょ。はいですね、じゃあ美味しくいただいてみましょう。ちょっと暑くてね、もう超高温でガラッと揚げてあるんで、うわ、熱々、あ、どうやって取るの、うわ、熱々、うわ、ふ、身が出た、トロントロンの身、うわ、綺麗に取れるね、熱々、あ、めちゃくちゃ熱い、香ばしくていい匂い。うわ、取れた、綺麗に。すごいですね、素晴らしいですね。油の素揚げのゾウリエビ、じゃあこのままいただきますね、何もつけずに。いただきます。うん、めちゃくちゃ美味しい。これはやばい、素材の味がもうやばいよ。うん、めちゃくちゃうまいんですけど。すごいでしょこれ。うわー、危ない、これは、うわ、すごいですね。熱々の300度を超えたところにゾウリエビの唐揚げ、これは美味しいですよ、本当に。いやー、いきます。一瞬だね。揚げる時間も本当に1分ぐらいで大丈夫。これもう300度の高温だから一気でしょ、ほらほら、綺麗に宇宙人が出てきてるね、2人、ここに宇宙人が2匹出てきてます。あー、ちょっと、まるでカッパエビセンのようですね。これがゾウリエビの300度の高温で熱した唐揚げですね。ちょっと食べよう。あー、熱いなこれ。ちゃんでね、あんまり油の温めすぎないように。ほら、これもんですよ。お塩を振っていただいてみます。じゃあいただきます。うん、お、ちょっと半生っぽい感じで、茹で時間が短かったから、いや、もうとてつもなく美味しいですね。ちょっと半生っぽい感じになっちゃったんですけど、お刺身醤油をね、ちょっと垂らして、お刺身醤油、うわ、うわ、お刺身醤油、じゃあいただきます。
熱々ホクホクのゾウリエビの生姜、いただきます。うん、うん、うまい、ね、このゾウリエビのお造りの作り方、お刺身ですね、火があればできるので、まずハサミでね、こうやってここカットしちゃいます。ここね、内側で、ここ入れましたら、これ意外に簡単にね、ハサミでカットできちゃうんで、でこうカットしちゃいます。このようになりましたら、これね、ここにこうやってハサミでね、ちょっと硬いんですけど、かなり硬いですね。もうちょっと強靭なハサミがいいかな、これこのハサミではちょっと効かない、もっと強いハサミがいいかもしれないです。まあ、ここをこう切っていきます。で、このようにここの両端をカットしたら、ここね、こうやって、ちょっと素人料理人なんでね、かなり下手ですけど、でね、まあ本当は鉄のスプーンがいいかもしれないです。鉄のスプーンでこうやって、取ってあげる。で、ちょっとしかないんですけどね、お刺身ね。ここの鉄の部分がちょっとくっついてますね。包丁で、きれいに切ってあげると。このね、ゾウリエビのお造りっていうのはね、もう本当に美味しくて、なんて言うんでしょう。まあ、絶品なんですよね。ということで、完成です。はい、こうなりましたら、お醤油を少し垂らしてあげます。ちょっとでいいですよ。まあ、今回、あ、ちょっと多かったかな。はい、ではいただきましょう。いただきます。どんな味がするか。うん、これは素晴らしい。伊勢海老に負けず劣らず、美味しいです。いやー、やばいな、これ。美味しすぎますね。このゾウリエビのプリンプリン、さっきまで生きてたやつね。いましたら、いつものやついきましょうか。こちら、グリーンラベル淡麗。ケビー、これカット、ケビー、いただきます。あー、これは美味しいですね。じゃあゆっくり食べていきますね。これうめえな、本当に。で、先ほどの天ぷらでカラッと揚げたでしょ、ね、あれ冷蔵庫でずっと冷やしてました。このようにね、冷やしたことによってうまみが増してる感じするね。これ硬いんでね、もう一回ほじくり出しちゃえばいい。食べれればいいんでね。揚げたても美味しかったけど、こうやって冷やすとまた美味しいね。うん、頭のこの味噌がまたね、カニ味噌みたいで、うん、